もん。ゆめちゃん、わざと外しましたね。はい、見えました。雷の行き場がなくなった。そういうこと。だからわかんないよ。すぐ。
女の暴走だ。私の計算よりずっと上だったんだ。宝女が夢の精神に反応しすぎたんだ。このままじゃ宝女爆発するぞ。まずは落ち着け。このトンカチの仕掛けはお前の心に反応してるんだ。もう全部終わったんだ。お前が落ち着けばこのトンカチもおとなしくなる。大丈夫だ。ほら、深呼吸してみろ。はい。よし。これでいい。どうして助けてくれたんですか？さあな。ま、あえて言えばだ。せっかく面白くなってきたところで、お前に死なれたり大怪我されるのもつまらねえ。ま、そういうことだ。うん？お前、何しやがる。ありがとう、桃太郎。話せ、バカ野郎。みんな見てるじゃねえか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。こら、分かったから話せって。
うございます。今、騎士道部の招待試合が終わって、それは負けると恥ずかしいので、いえ、勝負ですから絶対はありませんし。はい、運よく私は勝てたんですが、部は負けてしまって。はい、はい、お邪魔でなければ。顔の色が良くないようですけど、大丈夫ですか？いえ、私は。はい。
書。内緒です。いいでしょ、そんな細かい話は。それよりほら、知らないわよそんなの。それよりまたね。あたしこれからさやちゃんとデートなの、二人っきりで。だからそっちはそっちで楽しんでくれば。うるさいな。人のことばっか気にしてないで、自分のこと気にすれば。すいませんでした。ルーナさんたちに呼ばれたもので。勝手にいなくなって。はい、わかりました。こんにちは先輩。カリン先輩もこんにちはです。先輩は少し過保護です。昨日一晩寝たらもう元気いっぱいです。はい、本当です。元気ないみたいに見えるけど。
先輩方、今までありがとうございました。おかげでちょっとだけ自信を持てました。まだ本当に立派なナマハゲになれるかどうか分かりませんけど、でも努力することにします。私聞いちゃってたんです。前騎士道部の部室でお二人が話していたこと、私子供だからお二人に迷惑ばかりかけて、でももう大丈夫です。一人で頑張っていきます。だからお二人ともお幸せに。私がですか？そうですね。これから100年くらいは修行してもらわないと。それじゃ、いいですか？私なんかがそばにいても。わあ、先輩、やっぱり大好き。どうしたんですか？はい。私はどこにも行きません。お二人がいるこの、ここが私のいる場所ですから、他に行くところがありません。
Thank you.